皆様こんにちは、シスターアクト天使にラブソングをで、デロリス役を演じます瀬名純です。デロリス役はですね、皆様、天使にラブソングをという映画でご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、クラブシンガーである事件を目撃してしまったがためにギャングに追われてしまう。でそして幼馴染のエディという男性に助けられて修道院に入って身を隠すという、そこで巻き起こる人間模様を、届けするそんな役なんですけれども、とってもパワフルで、なんだろう、本当に自分を表現することがすごく上手というか、やっぱそれを仕事にしているからなんですけれども、なんかそういう堂々としたパワフルな女性を楽しく軽快に演じたいなと思っています。私自身この役を通して何か自分自身も変われたらなって思うところがいっぱいありますし、そして今回はソウルフルな楽曲になってるんですけれども、私自身地声で高いところまで歌ったことが正直なかったので、これを機に自分の新しい声というものも発見していきたいなと思っております。そして今までにない瀬名純をお届けできればいいなと思っています。今回このお衣装で私は撮影したんですけれどもなんかサイケデリックですごく可愛い衣装で、私はすごく気に入っています。なんですがこの衣装を着るのは多分最初の方で一緒に着るだけだと思うので、あとはずっと修道時の格好なので、この長いことこうやって着てるのも今日楽しもうと思って楽しんで撮影できました。すごい楽しかったです。今回、女性が中心となって女性が主導権を握って繰り広げていくミュージカルということで、なかなか最近そういう女性が中心のミュージカル減っていると思いますので、私たち女性陣アンサンブルの方も含めてすごく個性的な方が揃っているので、女性のパワーをお届けしたいと思います。男性も女性も皆様、老いも若きも皆様どうぞ劇場へ足をお運びください。お待ちしております。